はい、えー、2019年向け論文レベルアップゼミ安彩クラスの説明会を始めます、えー、お疲れのところ申し訳ないですけどもう少し、えー、お付き合いください、えー、レック専任講師弁理士の安彩です、えー、皆さんのお手元にですねこのチラシ、えー、なければ後ろから持っていってください、えー、これの裏側ここからちょっと説明したいと思うので、えー、ちょっと出してもらっていいですか まあ上の方に私の写真が載っていると思うんですが、はい、じゃあその前にあの本講座の主眼の方を先にお話ししようかなと思ってます、えー、ちょっと書いてないんですけど話聞いいいてください、えー、とこの講座の主眼はですね、えー、自分の書き方論文の書き方が正しいかどうかっていうのを自分で判断する力を養うっていうところに置いています。で宮口先生の答案をこれまで 論気礎だとか理想と現実とかで見てると思うんですけどもじゃああれを今皆さんのレベルでいざ自分の表現で書いたときに書こうとしたときにその表現が正しいかどうかっていうのは多分今の皆さんのレベルだと判断でできなないと思うんですよねなんかこういうふうに書くのかなとかとりあえずこう書いとくかってあんまり考えずに答案書いてると思うんです。はい、で判断できないと 一応そういう過去問とかを進めていったとしてもですねその迷いがある中で合ってるかどうか分からない中で進めていくっていうのはあのまあ危険だしねあと皆さんにとってもちょっと不安というか気持ち悪い部分はあると思うんですよ。はい でそういう迷いがあったり不安がある中で勉強を進めていくっていうのは非常によろしくないので、その判断する力っていうのをできるだけ早く身につけていきたいと、まあ、徐々に身につけていきたいというところに考えてます。なので皆さんが自分の立場で答案を書くときそういう場合を我々も想定して、あ私も想定してゼミをやっていきますので、例えば自分が解くときにここ迷っちゃうんだよなとかどう書いたらいいのかなっていうふうな あ不安なりそのなんだ不明点があれば言ってもらいたいと思ってます。はい。じゃあこのチラシ行きましょう。今年ね講師メッセージちょっと変えたんですよ。私もこの講座五年目ぐらい、2014ぐらいからやってるんで五年目なんですけど、えー、講師メッセージはほとんど同じだったんですけどね。あの YouTube 上がってますけど、えー、今年からあちょっと講師メッセージ変えました。えー、ちょっと読みますね。 本ゼミ生たちはとこれまで偏差値79などのトップクラスの成績で合格していきましたとそうです2016向けかな2016向けで衣装79を出したあの一発合格者がいて、えー、多分彼は私がずっとえ、まあ、れズミとかも含めてですけど、まあ、完璧にあの理想の状態で 勉強を進めててくれたなと思いますけどね。あの私の言うことをまるまる守ってくれたと思ってます。で、79っていうのはあのもちろん偏差値なんで毎年出るわけじゃないですよね。偏差値ですから問題が難しいときにいい点数を取れば当然79が出るんですけど簡単な問題の時にはこんな極端な数字は出ないということですね。 で彼の答案が何か特別なのかっていうと別に全然特別じゃなくて、えー、見る人が見るとこんなんで79ですかっていう人もいると思いますね。ただあの後でちょっと見せますけども答案が短くて、えー、かといって我々採点していく上でそのポイントっていうチェックポイントを必ず踏んでってるんですよね。だから短くてコンパクトなんだけどチェックリストチェックポイントを全部踏んでるので。 読みやすいし再点火がイライラしないしで、まあ、点数も落とさないというところですね素晴らしい答案でしたね。それであとここに書いてませんけれども宮城先生もおっしゃってたかな意商法の論基礎で言ってたと思うんだけど意商法で68去年の一発動機者68出した方がいるんですよ。問問題1と問題ととののバランスのところで えっと、木曜日あたり先生が言ってたと思うんだけど、あの普通配点がない場合は半々ぐらいっていうのが。あの、鉄則なんですよね。ただ、彼女の場合は、えっと、問題一ほとんど書けなくて。頑張っても全然ボリュームが出ないということで、問題二で勝負しようっつって、問題二を。がっつり当てはめたんですね。確か、えー、意法の選手用と選出願、あと無効審判ですかね。あと、趣旨をいろいろ書くというところだったんですが。 その29条の当てはめ肉の2の当てはめも本当惚れ惚れするぐらい完璧にバシッと私の言う通りに書いてくれたので68でしたかね結果的にはね。再現答案集っていうのは今出てますけども全方域トップなのかな彼女は。えの再現答案集出てますけどあのイニシャルで何さんって書いてますけど全方域トップですね確かね。そういうい 答案はどういうふうにすれば書けるようになるのかっていうのをこのゼミで基礎を作ってほしいなと思ってるんですね続きいきますよ、えー、皆さんは論基礎特実演習編ごめんこれ答連編ね演習編じゃなくて答連編、えー、第1回問題1の答案をどんなふうに記載したか覚えてますか答連編の問題1の第1回の問題1って3点セットを書くんですよ29条29条三3 9条。 どのよううに記載ししたでしょうかとでもしあれが本試験だったならばどのように記載すべきだと考えるでしょうかとで論基礎では宮城先生が多分模範答案を書いてらっしゃると思いますし点数もつけてると思います、えー、初学者向けの答案があ展ただしじゃそれをもうじゃそのまんまそれで合格点合格答案になるのかっていうと、えー、実際そうとは言えないところがあるわけです。 この答連編の第1回の問題1ってさっき言った3点セットで論基礎ので答問1の場合は2.5ページとか3ページとか書く、まあ、場合によっては4ページまで突入するかもしれないっていうのは聞いてると思うんですけどあの、まあ、それは間違ってないんです。 ただ二十九条二十九条に三十九条っていうあの三点セットで三ページ四ページなんて書く問題は本試では出ないんですよね。あれは本試でいうとこの設問括弧一に相当するんです。そうすると設問括弧一の答えを三ページとか四ページ書いたら設問括弧二以降どうするんですかってなるんですよ。ということはあれはもちろん論基礎なんでとりあえずまずみんな書いてみよう。三ページ書くってこんなに大変なんだよとかあと 確か先生は、ね、あの当連の初めにこうおっしゃったと思うんですよあの。まあ普通に書いたらすぐ終わっちゃうからどうやったら引き延ばせるかっていうのを考えながらちょっと解いてくれよって多分その前の週に言ってたはずなんです皆さん覚えてるか分かんないけどでその,あの理屈そのなぜそれを言ったかっていうのは今言ったような話。あの本紙レベルでで書いたらすぐ終わっちゃうんで それを3ページとか4ページするにはっていうのを一応ちょっとみんな書いてみてよっていうことを言ってたわけです。でそのっていうのも皆さん多分聞かなないいとと知らないと思うんですよそれはちょっとやっぱ困るところがあって論基礎ではって今こうしゃべりましたねしあしかし本試験向けに答案の完成度を高めていかなければならないことに皆さん気づいているでしょうかというのが今言った話。 本ゼミでは入門生が言われなければ気づかないことに重点を置いて知らなかったでは済まされないこと,に年内ことを年内に定着させることを目的とする。だ言われないとあの論文なんていうのは特にえ答えを先に知った方が早いんで担当と違ってえどういう答案が時間内にかけてチェックポイントを踏んで高得点になるのかっていうのはもう先に知っちゃった方がいいんですよね。自分の頭で考えてもドンピシャでその答えが出ることはまずないと思います。 担当と違ってね論文の場合はだからもう先にお手本を見てやっていきたい。で言わ,言われなければ気づかないことはもう言わないとやっぱ気付かないっていうこととあと「論基礎」と皆さん年明けの合格答練受けると思うんですがそこのギャップって結構でかいんですよ。で年明け直前答練とかいろいろ出てきますけど実践答練とか取る人いるかもしれませんけど「何これ知らない?」っていうのが結構あるんですね。 だそこのギャップを、まあ、あの過去問で埋めるっていうのも一つなんですけど、えーまあ、過去問もレベル高いですからそのちょうど間を埋めるようなゼミにしたいと思ってますね、はい、じゃあここいきますよ、えー、この講座6つの特徴っていうのがあるんですが1つ目、えー、1番からいきますかはいあそうだごめんその前に1つ言うの忘れたあの型っていうのを先生よくおっしゃってると思うんですよ型を身につけましょうって。 でこれもいつも私言ってるんですがちょっとチラシにないんですけどあの引き出し皆さんの自宅にあると思うんですが論文試験っていうのは、ね、例えれば、ね、引き出しから目的の服をこういかに素早く取り出せるかっていう試験なんですよ。っていう例え話たまに他の先生がされてるんですけどあの私がオリジナルです、はい <laughs> はい、たまにちょっとパクられちゃってるんですけどね。 えと問題文を読んで必要な型っていうのをパッと判断して骨格となる答案構成っていうのを確実なものにして正確な表現で答案を作っていくっていうのが論文試験なんですよね。まずその型っていうものを知らなきゃいけない。で皆さんの,その引き出しって言ったのはクローゼットでもいいんだけどえっとその中に皆さんの服がごちゃごちゃに入ってると「あの服欲しい」っつってもパッと取り出せないですよね。どこっったたけけみたいになるわけですよ それをちゃんと夏服と冬服に分けるだとかあの下着だとかあの上に羽織るもんだとかってちゃんと分けておいて色まで分けてる人はいないと思うけどあのそう分けておくとまあパッと取り出せるわけですね。それがちょうどその服っていうのは型に該当するもんでちゃんと整理して入れとこうということですね。はい、それを踏ままえた上でこの1番いきましょう、えー、と本講座はですね論基礎の講義編の問題を扱いますと言ってます。 はい、ただしこれは表向きで講義編ももちろんやりますけど答練編もやります。編ももややるし時間があれば過去問もやりますでなぜ論基礎なのかと新作問題ではないのかというと講義で習った問題でもいきなり合格答案の作成は難しいと。 7問目8問目っていうのを講義編で皆さんやってると思いますで先生が答案を作ってくださってると思うんですけどじゃあそれ皆さん今解いてください書いてくださいっつっていうと多分つかないで,す、はい、で自己流では悪い癖が身についてしまうこれは後でもうちょっと噛み砕いて話します。で内容を把握している問題で添削を受けることが実力アップにつながると。 で、新作問題をやる年もあるんですけど、必ず新作問題をやった年は必ずあの論。基礎も不十分なのに、あの新作問題なんか解けません。っていう風なあのお言葉をもらうんですね。えー、なので、まあ、どっちがいいかなというふうに考えた結果、この論基礎ベースにして、その論基礎が広げていくとですね。で、木曜日あまり来れてない人もいると思うんで、そういう意味ではこちら論基礎ベースにして広げていくっていう方が皆さんのニーズに合ってるのかなと判断しました。 えそれでこの悪い癖が身についてしまうというところをもうちょっと深掘りしたいんです。で、下にね、肩と2番のところに、肩とこの約束ごと作法ってあるでしょ、でこれ、約束ごと作法っていうのを私、いつも話してるんですが、あの先ほど言った通り、答り、論文の答案っていうのは、もう先に答え知った方が早いんですよ、こういう時はこういうふうに書くっていうふうに知っちゃった方が早いんです。だからチェックポイントもこう書くと点数取れるよ ここに配点があるんだよっていうのを聞いてあの演習してった方が絶対効率いいんですよで、約束事作法っていうのは今言ったようにここに配点があるからこういうふうに書きましょうだとか物によっては何でここまで書くんですかっていうふうな疑問があるかもしれないけど答えは簡単でそこに配点があるからですっていう例えば分割をする問題たまに出ますよね単一性がないどういう措置が取れますかって聞いたときに その問題だけを聞けば問題だけを見れば分割しますの一言でいいと思うんですよだってどういう措置が取れますか分割しますって十分なはずなんですよだけど分割書くときは主体から入って最後効果四十四条二項まで書くでしょって習ったでしょであれっておかしいんですよね措置はって聞いてるんだから分割できますで いいはずなんだけど、主体から入って、全部客体とか当てはめてって、はい、最後訴求項があります。っていうところまで書くと、なぜそこまで書くんですかっていう、そこに配点があるからですそれを知らない人は、え、措置、どういう措置が取れるんだって聞いてんだから、分割しますと書いた。で、そんな訴求項なんて書いてない、何が悪いんだって言って、点数が伸びないということですよね。だから、その約束事作法っていうのは、ね、あの、書けばいいってもんじゃないですよ。 書けばいいいってもんじゃないしあと皆さんこうできるだけ短く書きましょうあっさり書きましょうっていうふうに言われてると思うんですがやみくもにあっさり書きゃいいわけじゃないですよ。削っていけば削っていくほどチェックポイントまで削ってしまうリスクがあるんでそこをちゃんと押えた上で短くする時間との戦いでもあるんでチェックポイント押抑えた上でさらに短くするっていう両立をさせていかなきゃいけないんでそれを私は訳すごと作法っていう言葉に使ってるんですね。言言いいいい換えると正しい癖って言っててもいいです でなぜここを私がすごくうるさく言うかっていうとあの長期受験生を見てると「エルゼミー」でもそうなんですけど長期受験生見てるとそもそもそれが身についてないっていう人が多いっていうのが一つ。それと,、えー、と自分分の書き方は悪いいいこれじゃ点数伸びなっって分かってかるる人もいるんですただ一度身についたもんって特に論文の場合は抜けるなかなか抜けないんですよ直そうと思っても。 なぜかというと一問一問しっかり書くっていう能動的な行為をして身につけてきたものなんでそう簡単に抜けないんですよ。であとあの試験演習中時間がないんでどうしてもあの分かってても今まで通りの方が先に出てきてわあっていつも通りの答案を書いちゃうんです。だだかからら分っっっててもも直せななないいいうふうう状況ににちゃうだったらもう悪い癖がつく前に 初心初学者の段階の皆さん今のうちに正しいもんから入っていった方がいいってことなんですよ。初学者であるのは人生で1回しかないのでそのタイミングを逃すすとととドツボにっっていいちゃうということですねそしてあの小さなことからコツコツとっていう話もいつもしてるんですけども小さい小さなことからコツコツとやっていきましょうとかってゴミ拾いだとか何かいい話でよく出る表現なんですけども。 当然そうやって正しいこといいことだけじゃなくて悪いこことと間違ったににも原理的に適用される話ですよねそうすると今皆さん論基礎やってて別にいいじゃんこういう点あの答案でこういう文章でって思ってるかもしれないけどそこにもしミスとか効率の悪い書き方があったりするとそれがどんどんどん積み上がっていくんですよね。で 問題はもっと難しくなってくる答えなきゃいけないことがどんどん増えてくるでも時間は六十分なりあ120分なり90分で変わらないってなるとその悪悪っうな悪いことがたまってっていずれ大きな災いになるんですよね今皆さん気づかないかもしれないけど気づくような問題解いてないからですそれに。でこのままいくとどっかで壁にぶち当たったり。 四十点から超えないとか、五十点から超えないとか、どんなに勉強しても四十点、五十点で止まるとか、どっかで法話が来るんですよ。で、そこを突破するためにはさっき言った方を身につけて、約束事作法っていうのを分かってないとそこを突破できないですよね。で、後からそれ気づくの遅いんで、だから今のうちから、えー、正しいことをやっていきましょうと、正しいことをコツコツやっていきましょうということですね。はい。次に行きましょう。二、えー、番。 実はですね、後出し答案作成システムって、なんかかっこいい言葉を言ってますけども。えー、簡単に言うと。普通、皆さん答練編はこの場で書きますよね。で、そのまま出しますよね。で、採点されて帰ってきますよね。その方式取りません、これ。あの。もう。延焼時間ありません。あの、皆さん一度やってるんで、あの論基礎でね。で。えー。 まずその型と約束と作法私の解説をその授業で聞いてそれを聞いた上でもう一度復習兼ねて答案を作ってきてもらいます私が指定する問題を。でそれを出してもらう。でよく言われるのはそんな一度解説回答を聞いてで答案例までもらってそれ書いて何の意味があるんですかって言われるんですけど不思議なもんでですねそうやって舐めてる人って点数伸びないんですよね。 あのちゃんと書いてる人は、まあ、もちろんこちらはちゃんと復習してるかなっていう確認もできるんですけどエルゼミとかも同じ方式を取ってるんですがなめててかかっいる人ほど、ねやっぱね、伸びないんですよ実直にやっってもらった方がい,いです私の言うことを、ねはい、で実際手を動かしてみるとこんなもんでいいのかとかあの見てるだけで気づかないところとかに気づくんですよやっぱ能動的に自分から何かやろうとするとね。でそれも狙って、えー、後で出してもらうと答案は解説を聞いた後に。 3つ目ですねこれは定評というか、まあ、よく言われますけど細かい添削をしますで宮口先生がよく「あの安西先生はあの私が一番厳しい時に受かったんであの厳しいですよ」とかって言ってると思うんですけど「答案 <laughs> の流れ根拠上部の正語はもちろん不要な記載これはさっきのねそのあの約束と作法とかチェックポイントとかいう話ですねあと形式不備用語の使い方日本語表現の正語までチェックと。 で悪い癖をめ悪い癖の目を摘み取るって言ってますね。あの実もやってる方はわかると思うんですけど。初心者の頃に。明細書とか意見書を書いたと。とりあえず書いてみろと上司に言われて。で出来上がっていいもんができたと思って上司のチェックを受けたら。あの思いっきりダメ出しをされた経験ってないですかね。あのそのぐらい文章って難しくて。 あの自分は正しいものを書いてると思ってるんですよ日本語も日本語の使い方も全部含めてだけどそれって思いい込みが入ってて間違ってってて間違気づかないですよ、ね、でも他の人から見てもらうと「主語と術語を噛み合ってないよ」とか「言いたいことないっていうか分かんない」とかあの「同じことを上,あの上でこういうこと言ってるのに下でこういうこと言ってない」とかあの「矛盾してるよね」とかっていうのを見てもらわないと分かんないですよ結構。 で私もそういう時期が事務所でありました今はもう見る方ですけどねチェックする方ですけど昔はやっぱそういうのがあって、えー、いかに自分がアホかっていうのをそこに気づくんですよね。で論文の勉強してる時もやっぱり私は論文最初勉強して宮城先生の採点とか受けてた時もいろんなあの罰がつくんですよ。ここおかしいとかここの表現おかしいとか今そこまで言ってるかわかんないですけどやっぱそれ気づかないですよね。こっち見てる こっちの立場としてはねで言われて初めて気づくんで、えー、そういうところをあのちゃんと見ていきたいと思ってますであの細かい添削と言ったんですけどもあの実際の採点ですごい細かく見られるのかっていうと先に言っちゃうとあのそんなに細かいところ見てないと思います試験員はただ。あの今のうちから適当でいいよとかっていうわけにいかないっていうのが一つあとあのなんていうのかな今皆さんは一言一句詰まりながら書いてると思うんですよ。 それかあのあんま考えないでぶわーって書いてると思うんですよ。でその細かいとこまで見てこういう風な書き方でいいんだよっていう,う模範が分かれば次から同じような問題が出てきても同じ文章で書いていけると思うんですよね。だからあの皆さんまず1回目初めてなんだから今の段階でいいものを作っちゃいましょうと。でそれを標準基準にして今後いろんな問題で解いていきましょうと。 いうふうな意味で、初めだから、やっぱ細かいところまで見たいということです。慣れてきたら、あのお任せしますって感じですね。はい、えっ、ー、と、じゃあ、右上行って四番行きましょう、えー。ホワイトボードを使いますということです。えー、目に見える形で、皆さんと一緒に答案構成。あと論基礎で分からなかったとか言ってもらえばやります。で、なぜホワイトボードを使うかというと、あ、皆さんのお手元にあれあります。あの、手書きの私の。 ちょっとね私の、すみません、えっと一部取ってもらっていいですか、私の、ごめんなさい。あのいつもね、エルゼミのサンプルで使ってるんですが、あ、なくなっちゃった、あの箱入、右の箱、そこ、すみません、<laughs> すみません、なんか、あ、ないないあ、本当あ,あ、じゃあちょっと、じゃちょっと、わ <laughs> かりました、はい。 あのこれ左上に2017って書いてるんですけどね、あの中身同じなんです、今年も。で、論基礎の本ちゃんの方でどういう説明があったか分かりませんけど、エゼミでも論基礎でもあの、こういうふうに左側に私、時系列書いて、右側に答案構成をしていくんです。エゼミはもうこれ渡すんです、皆さん慣れてるから。だけど あの私はホワイトボードで書いていてきますなぜかというとまず時系列からわからんっていう人がいるのとあと時系列書くところでも意外に迷ったりするんですよ。これ別にスルーしたっていいいんだけどっていうところに詰まってあれこれどう表現したらいいんだろうとか悩む人がいるんでそういうところも全部払拭してて進めていくってことこですあと右側見てもらってあの私の答案の特徴的なところはポツって書いてあるでしょ。 ま縦位置とか、宮宮城先生よく書いてると思うんだけど。ポツって書いたり、あと丸一二から五までとか。あと下の方行くと、ポツって混ぜてできますよね、かっこいいとこ。で二十九条二項もポツポツってありますよね。で矢印があってって書いてますけど、これ全部箇条書きなんですよ。基本的に私箇条書きで書いていくんです。でなぜ箇条書きで書いていくかというと。あの。人はですね。多分皆さんもそうだと思うんですけど、箇条書きで書いてくださいっていうと、無意識に。 要点をまとめるはずなんですよ過剰書きで書いてくださいっつって文章をガーッて書いていく人いないと思うんですよ。ということは過剰書きで書く癖をつけておくとポイントはどこなのかっていうのを無意識にあぶり出して書くはずなんです皆さん。でつなげていけばいいだけけばだ私の答案構成エルゼ全部そうですけどこの答案構成に命かけてますわ。 答案構成が完璧にいけばあとはこれを文章化するだけなんで機械的につなげていくだけなんですよあとは時間との勝負グワーってつなげて書くだけ逆にこの答案構成を外しちゃいけなくてもうこれが命ですから、えー、これを完璧に仕上げるというところですね、はい、なのでこういうものを渡すんじゃなくて実際あのホワイトボードに書いていくということですねあごめんなさい、ね、ごめんなさいはいで、はい、ありがとうございます それでっていうのはホワイトボードを使うという話で次五番目いきましょう関係答案例と復習の手引きを用意というこれも皆さんのお手元にあるかなあ一部もらっていいですかすいませんで先ほど私ね型と訳すごと作法の学習こと言いましたけどあのそれにもやっぱお手本がいるわけということですね。 で、レジュメでいつでも答案に必要な内容を確認できるさっき言った型だとかあなんだっけ約束事作法っていうものは具体的にどうなのかっていう話をじゃあお前が作って渡せよということが言われるんでここに持ってきましたサンプルって書いてますかね下の方に簡潔答案例っていうのと復習を手引きっていう2冊あると思いますで、簡潔答案例の方から見てほしいですで、ちょっと あの、細かいことはいいんで、あ,あ、なんか、ボケちゃってますね。はい。全体見てもらうと、一ページ二ページですよ。これ、左の上にありますけど、講義編第一回第七問ですか。はい。で、私、このレイアウトにしてるんですけど。一行三時五時です。縦二十行です。で、縦二十行っていうのは、答案用紙、本紙の答案用紙と同じ、二十行です。で、横は。あの人それぞれ、文字の大きさが違うんで。 えー、35字じゃない人がいると思うんですけど、えー、35字だとなんつうかなこれあみ出したんですけど特日は大体2.5から3ページ衣装あったら3.5ページぐらいで本紙は収まるんです1行35字で。で長い人短い人いろいろいると思うんですけど2.5ページ だかららら短いいいいとと限限ななでですすね3ページは長いと限らないです文字の大きさで全然変わってくるんであのページ数だけでパッとわからない実際文字数見ないとね。でまあそれも全部勘案して大体35字ただまあ皆さんもうちょっと大きいんで30字ぐらいかな32とかかな多いのは、うん。そうすると2.5ページで私が終わってるとこも大体たい。 えーまあ、長くても3ページに収まるし衣装商標もどんなに膨らんでも4ページには収まるっていうことで一応そのマージンン取ってるっていうところですねそしてあそうそうそれで、えー、あこれのねじゃあね5ページ見てください5ページこれ皆さんがあの当連編で解いたと思うんです、はい、解いたと思うんですで なんじゃこりゃって感じだと思うんですけど、零点五ページで終わってますよね。本紙を見据えると、あの当連の第一回問題一っていうのは本紙でいうところの設問括弧一ですから、このぐらいのボリュームで抑えないと括弧二以降どうするのってなっちゃうんですよ。でもっと言うとね、これ確か設問一設問設問一は二十九条で設問括弧二が二十九条の二、括弧三が三十九条の問題だったんです。ですが本紙だったら拒絶理由をあげようだけ。 カッコ1カッコ2カッコ3なんて分けないです。ということはこのこのね説問の行タイトル行ねこの見出しもなくなるんですよ。ということは今全部で12345678行ですけど行行引いいて5行ぐらいになるんですよねたった5行ぐらいでカッコ1をあの本誌でいうとこの説問1を突破できるということです。 でもちろん「括弧に「括弧さんは結構当てはめがもっと長かったりする問題が出てくるんで都合2.5ページまあ裏面いってまあちょっと下ったところで終わるっていうのが理想ですね。でおそらく皆さんあの別に皆さん悪いんじゃないですよあの多分当連編でもっと2ページ3ページ4ページって書いたと思うんですけど先ほど言った通り別に当連編はあれでいいんです書いてもらって。ただあのままででっっっちゃいいけけないよっててことを言ってるわけです 本詞は本よ用にやっぱそういう書き書かなきゃいけないんでそれ分かっててちょうだいねってことを言ってるんです。はい、であのどういうふうに短くするんですかっていうと29条だったらっ1ね、えー、B 前に A は公開されていないために適用はないって言ってるんですけどもうこれで気をつけなきゃいけないのはここですよね。29条は出願前って言ってて言ますから、はい、でか2は、えー、29条の2か。 あこれあんまいい例じゃねえなじゃねえね、えー、1ページいきますか1ページごめんなさい1ページ目第1問第1回第7問これも二、ね、29条の例なんですけどやっぱ気をつけるべきなのはですね自分の出願前に高知のものがないから適用はないっていうの二29条ですねだから前なんですよここ「まえって書いたらツですからね肉の2は何かっていうと三角形成り立つんでまえっていうのと で公開のとこななんでこれは出願なんででれはすねあの実際これあの,あのゼミで話しますけどこれあの「日前」のところ前って書いたりこの「日後に公開」度が書いたらそれ×ですよ。うん、っていうところをちゃんと踏んでってじゃあ長く書けばいいんじゃなくてギューッと絞ると大体2.5行ぐらいに収まるんですよ2.4行ぐらいかな。はいで この括弧一の二十九条の書き方と一ページのやつね、それと五ページの括弧一見てください。一ページの括弧一と五ページの括弧一、ちょっと表現違うんですけど骨格同じでしょ。同じことはね三十九条にも言えると思います。一ページ目のか縦三と五ページ目の括弧三、同じような骨格で書いてるでしょ。だ私はエルズミもそうなんですけど。 あの結構レックの答案って作る先生が違ったりするんで同じ問題とか同じような答案で書けるのに人によってあの表現が違ったりするんですよ。で受験生はそれでで迷ったりするんですだから私その前を絶対なくすためにもう例えば29条だったら骨格毎回必ず同じように書くんです。条も同じ順で書くんですでそれは全方域共通にしてますからそういうふうに書くっていうのでもう慣れちゃうとあのもう意識しなくても出ますよ。 でそうすると意識しないで書ける分ほかに考えなきゃいけないところに意識,を意識の余裕を作れるし時間的にも余裕が作れるからトータルとして、えー、点数が伸びるというところですね、はいえー。ということをやっていきたいですね。はい、で最後ちょっと時間ごめんなさい伸びちゃってますけども、えー、6番。異常法の 解放マスターっていうのはエルゼミでも何でも直前講座でも何でも私よくやってるんですけどあの皆さんまだ衣装の類比判断がどんだけ大変なのか知らないんですよ当たってないから問題に。でこれ本紙が近づいてくるとごっちゃごちゃになってくるんで前もってこれ担当にも使えるんですけど全部もうまとめてるんです私。衣装法の 時系列出願系ね言い換えると出願系の例えば、まあ、これ後で見あで見たい人は全然見ていいですから受付を言っときますから例えば全体衣装対全体衣装でこうさんとおッさんがこういう時系列の場合の3点セットでどういうふうに考えていくのか後方白は先とかって上と下でちょっと状況が違う場合の3点セットどう考えるんですかとか。 今これ全体対全体ですけどこれが全体対部分になったらどうなるんですかとしかも全体対部分の場合はバージョン2があって枝盤2があってちょっと複雑な全体対部分もあったりするんですよ。っていうのをずっとその9まで部品対部品まで揃えてます全部。でなぜこれを渡すかというとここから見えてくる法則があるんですよ。 衣装は私思いますけど、衣装審査基準の衣装の類判断でここまでね。綺麗な理屈ないんですよ。論理ないんですよ。本当に一つのあ、もっと言うと具体的に言うと3つの法則なんだけど、3つの法則に従ってそれを適宜組み合わせたりして、非常に綺麗な論理で全部説明できるんですよ。で、あの皆さんがごちゃごちゃになる理由っていうのは、この全パターンの。例えばたまたまこの問題が出ました。とか、次解いたときまた違う問題が出ました。断片的に。 しかあの皆さんん当たらないんで問題にそうするとごごちゃごちゃゃなってくるんですよねこの前こうだったのに今回はこうなんだあれ何が違ったんだろうとかじゃ他のパターンで言ったらあんた解けますかと「いやちょっと自信ないっすね」みたいなふうになるんでそういう場合の勉強っていうのは全部をまずやる通してみるそうすると違いがはっきりわかる共通点もわかるっていうことです。これが時系系列え侵害系 はい、侵害系はです、ね、無権限者侵害系というやつといわゆる、権者じゃないやつが実施したときに侵害になるかという話それと、洗顔医床権者侵害系といって江、えっと、さんとおっさんどっちも医床権者なんだけどその場合の洗顔医床権者が侵害になるパターンですね。で、無権限と洗顔医床権者があるんだったら抗がん医床権者があったっていいじゃないかというふうに思うと思うんです。で私も 途中まで作ったんです。昔ですけど、あの無交流抱える場合とか、いろんな複雑な場合分けになって逆にね。分かりにくくなっちゃうんで作ってません。なので、えー、洗顔までなんですが、この時系列をまず理解すると無権限も理解できるようになります。で、無権限理解できれば洗顔、意匠権者の進学も理解できるようになりますで。 抗がん衣症賢者は洗顔衣装賢者とさっきの無権限者の侵害系の足し算のいいとこ取りなんであの最終的にはそこまでいけばもう類比判断は完璧で今言った時系列出願系ね出願系無権限者洗顔衣装賢者そして抗がん衣賢者って順々に追っていかないとごちゃごちゃになりますから、はい、なのでそれを全部整理するというのがこの スケジュールでいうと下の表ね、第七回と第九回ですかね。第七回が時系列これ質感系になります。で第九回が侵害系今のはいっていうのを全部やります。で私は実務特許特許やってるんですけど事務所でなぜかレックでは衣装の人って言われてるくらいあの衣装の衣装はよくやってますね。であの 論文意証法はこれとプラス直前の私のえっ、ー、となんだっけ「出願対応編」っていうのを取ってもらうと論文の意証法は99%完璧だから全部これでやり終えるんであの完璧な意証法を皆さん身につけてください、はい、まあその前,前座ていうかその一つ目の講座だと思ってください。 はい、えー、とそれでは最後ですね、えー、と付録として、えー、あこのこれこれさっきもちょっと言ったんですけどあの当然時間が余るので論基礎の,あの7問目8問目をやりますという前回これ書いてあるんですけど当然、えー、時間が余るんで当練編もやりますで過去問もできるだけやりますそして時間が余るんでそれでも余るんで判例55これ毎年やってるんですが。 論文用の判例しかもこういうふうに書きなさいよっていうリパーゼ事件だったらこれだけでいいから逆にこれだけはこれは完璧に書けるようにしなさいよっていうのを55全部ギューッと絞って論文用にギューッと絞った55判例まとめてますからで申し込んだ方は授業始まる前にこれお渡しするんで、えー、受付窓口に声かけてくださいあの、まあ、それかあのもらえますからあのもらえなかったら言ってもらってください。 あといつも毎年特典アフターサービスとしてやってます取ってくれた方は年明けから過去問の添削を、まあ、条件付きなんですけどやりますんで私の方でやります。で出してくれれば添削をして私のその過去問その年の答案をつけて返しますからね一応1人1週1枚を基準にして受け付けてますけどそれを年明けから 7月の本試験の直前まであのずっとやりますあの受け付けますんでねそれも勘案して、えー、ご検討くださいというとこですね、はい、じゃあ、えー、すみません時間がちょっと延びちゃったんで何、えー、か不明点があればあの聞いてもらえれば全然答えますんでねあとサンプルも受付のとこに置いときますんで先ほどの意証法だとかあ判例だとかあいろんなあレジュメありますんで。 え見たい人はそこで見てくださいはい、えー、9月の22日土曜日6時開講ですね基本的に土曜日基本的には全部土曜日かはい、年末まで、えー、びっしり行きますんでね9月22日開講なんで皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いしますねはい、えー。じゃあ以上ガイダンスでした、えー、ご検討よろしくお願いいたします